今からお気に入りのペン3種を紹介します。まずはこちらの青いペン。こちらは普通のボールペンと違って先の方がグラグラしづらいんです。ノック式だとグラグラするものが多いんですけど、これはしづらい方だと思います。で、次にこちらのオレンジのペン。これはスケッチ用なんですけど、丸もスラッと描けますし、なんといっても濃さを調節できます。次にこちらのシャープペンシル。僕がお気に入りで使っているスマッシュというシャープペンシルです。これは製図用なんですが、普段使いにも使いやすく、かっこいいですよね。見た目がとても描きやすいです。で、これは H、HB などペンの太さを変える印があるんですけど、実際には変わりません。ご視聴ありがとうございました。